そこの道行く兄ちゃん姉ちゃん、突き進むスタイル、確立独立、時代の反響、一人の絶叫、この紙社会に生まれた俺たち若者、それでも耐え抜く俺のスピリット、デメリット、これって純情正常神三条。ひどいわ、楽しんだなんて悔しい。でも納得できちゃう。でもそれってまるで俺が戦力外みたいじゃない。いくー、いや、なぜそれを。ああ、最後のモテやんなんだって聞こえねえな。フランスは屈しない。こいつモテやん、モテやんなんです。モテやん、モテやん、モテやん。イギリスはモテやん、すました顔してモテやんなんですか。そうだぞ、イコール俺であり、俺イコール鼻毛神剣だるげー。つまり貴様がボーボボだということか。俺はドンパチしたい。今日からあいつはふんどし丸だ。ふんどし、ふんどし、ふんどし丸、ふんどし。お母さん、僕に友達ができたかですね。大丈夫です、ほら、僕にはこんな素敵な友達がいます。はじめまして、日本です。趣味や空気を読んで発言を慎むことです。隊長、私は日本人らしく善処します、考えときますと曖昧な返答をします。ちなみに答えは全部いいやです。さっきお前が食らったのは毛抜きビームだ。これを食らったやつは10時間で全ての毛が抜け落ちる。毛が抜け落ちる。いい顔だ、出しゃばりすぎたなお前。ひどいわ先輩、この子一生懸命作ったのよ。これはまさか無敵容赦いたいだす。おお、気がついたか。ねえねえ、無敵容赦いたいだすだとどうなるの。知るか、こっちがまず最初にだ。イギリスには俺の援護についてもらう。質問、アメリカ君は何をするのかな。うん、ロシア、実にいい質問だ。もちろんヒーローさん、そんなに増えてないよな。彼らのこれはないだろう。確かに俺はハンバーガーばっかり食べてたさ。なんて美しい髪の毛なんだ。俺様のカズラにふさわしいぜ。よって今からお前の髪の毛を刈る。俺はハレクラニ様の部下、カネマールだ。貴様らの命を奪いに来た。何がだってすごい風圧で立っていられない。奴はなぜ立っていられるんだ。それは俺が世界一電車の上で戦うのが得意な男、電車一の男だからさ。そんな理由で立っていられるな。納得。みんなの顔ももうそろそろ見納めになると思うし、ね、あのアホ面どもがどう命乞いするか想像すると笑えちゃってさ。帰って、封印を解くぜ、へっぽこ丸。お前の真の力を見せてやる。緩めようと思ったら間違って締めちゃった。ふーん、君強いんだね。あの二人を倒しちゃうなんて、まあいいよ。君も消えろ。クリア、かかってさあ、カメボーボボ。何かかった、足元見てみろ。これはお前はすでにトラップゾーンに入ってしまった。くー、気づいたところでもう遅い。トラップ発動。ボーボボの生け捕りだ。ああ、やっちゃった。ぬるいわ。ああ、ファンシーちゃんだ。何それ、わからん。るというのだ。何じゃー！もうなんでラトビアは素直に物を言っちゃうの。ハラハラしっぱなしだよ。うるさいな。もう俺多分消えるんだからほっといてよ。なんとかなんないものかな。この奥義こそが僕流の平和への解決策。これより平和に関する6つの質問をさせていただきます。あなたたちの返答が平和を導く答えならば、この平和バッジを差し上げます。何それ。でも平和のない答えの時はこの世から消します。消すの？平和をもたらすために一番必要なものは、それは愛です。その通り。でもそれだけじゃ解決しないんだ。冷酷から地獄。バカな、わしの答えは完璧だったはず。では今の質問の正しい答えは何だ。金です。リアルだー。よう日本、お前が近くにいるって話聞いたもんだからよ。あ、トルコさん。なんでてめえがいいんだっつう話だよ。もしやてめえ日本にあることないこと吹き込んでんじゃねえだろうな。あ、いえ、そんなことはじゃんけんで決めましょう。じゃんけんだ。届いた。目にゴミが。古いっちゃ古いオチだな。今度の日曜日のデートどこ行こっか。どうしたの？私たち終わりにしましょう。やだやだ、終わりにするなんて。やだ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 。だってごめんぞ。絶対引っ込めんぞ。